M 14分 11.89 秒。それではコースオープンします。あ、ちょっと目当てない。はい、それでは1組目、イチさんと増田さんの、予備予選です。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。イチさん、はい、ありがとうございます。新しいのが出たんじゃなかったですか。次のレースを賞金しましょう。持ってきて。はい、イチさん OK です。本日最速130.183秒。はい、あれ増田さん、ちょっと待ってください。ちょっと増田さん、ちょっと待ってね。すいません、増田さん、もう一回お願いします。あ、はい、OK です。今度は全車 OK です。はい、それでは予備予選2分間スタートしていきましょう。プラクティス終了です。出走順は一さん、増田さんの順でお願いします。それでは2分間の予備予選スタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1、1、3スタート。 M スタート。はい、計測開始しました。ベスト1ラップで予選の組み合わせを決める予備予選。はい、1周目一さん10秒29、増田さんが10秒36。10秒07、増田さん10秒18、さあ一旦90台入ってきた。9秒93。さあこのキーと一さん3周目に9秒93出しています。さあそれを上回るタイム、一さん9秒89。さあ1分経過、残りが1分です。
現在のトップタイム、イッツさんが4周目にマークした9秒89です。増田さんは2周目にマークした10秒18がベスト。さあ、イッツさん9秒886、ベスト更新しています。さあ、残りが間もなく30秒になります。増田さん10秒17、ベスト更新。0.01、上回ってきた増田さん、1さん9秒850、自己ベスト更新。さあ、1さん9秒706、自己ベスト更新。残りが15秒。残りが5秒です。増田さん、10秒00、自己ベスト更新。M ゴール、増田さんゴール、レース終了です。はい、ゴールです。マシンを回収してください。さん10周目にマークした9秒70、増田さん11周目の10秒00がベストでした。はい、それでは続けて予備予選の2組目コースオープンします。プラクティス開始です。高木さん、土井さん、セクテさん、プラクティス時間は2分。コースオープンです。TKG、MM、節夜 F1。 はい、土井さんポンダ OK です。今ないですよ。もうすぐですか？土井2、ずっと時間かかってね。はい、高木さん OK。 55.79。 11.36。 はい、それで行きましょう。ちなみに、プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。出走順は高木さん、土井さん、節谷さんの順です。それではスタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。TKG スタート。MM スタート。節谷 F1 スタート。はい、全車計測開始しました。1周目、高木さん10秒06、土井さんが10秒89、せいやさんが9秒339、今日のトップタイム更新。高木さん9秒64、土井さん10秒59。高木さん9秒535、全体でも2番手のタイム出ています。
さあ現在トップタイムは瀬田さん1周目にマークした9秒339です。続いて高木さんの9秒535、土井さんの10秒59と続いています。1分経過、残りが1分、土井さん10秒51自己ベスト。さあ土井さん今の週も自己ベストと同じ10秒51で待ってます。残りが間もなく30秒です。さあ土井さん10秒37自己ベスト。さあ残り間もなく5秒になります。コールがあるまでタイム有効です。さあ瀬田さん9秒262にトップタイム更新。 MM ゴール、土井さんゴール、TKG ゴール、高木さんゴール、レース終了です。ゴールです。マシンを回収してください。9秒262、続いて高木さんの9秒535、土井さんが10秒373でした。はい、それでは予選の組み合わせを作ります。予選5分後スタートでも大丈夫ですか？じゃあ20分スタートです。予選一発目が1,3,5,3,1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 ,3,
はい、それでは時間になりましたので予選の1回目スタートしていきます。3人で争います。プラクティス開始です。増田さん、土井さんのヒントです。プラクティス時間は2分。コースオープンです。1段 MMM。まずはポンダーの確認からお願いします。はい、1、3、OK です。はい、土井さん、OK。 今日ギアなりが納得いかない。なんか変えたんですか？そういうわけじゃない。ああ、そう。はい、全社ポンダ OK です。1分 7.06。 はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。スタ、それで出走順、1さん、増田さん、土井さんの順です。それでは予選の1回目3分間スタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1、1、3スタート。M スタート。MM スタート。はい、全車計測開始しました。さあ、1周目、1、3、10秒69。土井さんが11秒14、増田さん12秒38。さあ、1、3、10秒03。増田さん10秒3、あ、土井さん10秒32、増田さんが10秒76、さあ、1さん9秒台、9秒83、土井さん10秒29、増田さんが10秒00、さあ、現在トップは1さんです。2位が土井さんです。3位増田さんとの差が 0.3 秒。さあ、この週増田さんが2位浮上、ただ土井さん 0.09 の差。1分経過、残りが2分。さあ、増田さんも9秒台入ってきました。9秒97。2位をキープしています。3位土井さんとの差が 0.8。 増田さん9秒82自己ベスト、トップとの差が 2.7 秒あります。土井さん10秒07自己ベスト、前との差がちょうど1秒。さあ、ここで折り返しの1分30秒経過したところ、トップの1さん、ゴール予想18周0秒と出ています。松田さんが18周5秒、土井さん18周の9秒、これがゴール予想です。さあ、増田さん9秒80自己ベスト更新、トップとの差が 2.3 秒。1さん9秒70自己ベスト。さあ、2分になります。残りが1分です。
サー、トップのイッサー、2位の増田さんのすぐ後ろ走ってるんですね。土井さん前、増田さんとの差がちょうど2秒。増田さんはトップとの差が 6.5 秒です。さあトップの伊地さん、この時点でも残り30秒の時点で19周、ゴール予想と出ています。現在16周目入ったところ。増田さんと土井さんは15周目で同一周回争い、 3.1 秒差。さあ残りが間もなく15秒です。さあ増田さんクラッシュしたのかな。さあどのくらい、どうなんだ。さあ土井さん2位浮上です。さあフロントウィング1番ゴールか、1番ゴール MM ゴール、 ゴール。はい、レース終了です。トップはマシンを回収してください。2位が土井さん17周1秒、3位増田さんが17周の8秒でした。はい、それでは続けて予選1回目2ヒート目コースオープンします。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。セツヤ F1TKG、 まずはポンダーの確認からお願いします。はい、それではポンダーの確認お願いします。はい、高木さん、節也さん両方 OK です。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順は節也さん、高木さんの順です。それでは予選の1回目スタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。節也 F1 スタート、 TKG スタート。はい、計測開始しました。現在暫定ポールタイムは、1さんの18周0秒です。さあ1周目、瀬田さん9秒256は今日のトップタイム。高木さん9秒88。高木さん自己ベスト9秒60。瀬田さんがトップタイム更新9秒252。1000分の4更新しました。さあ、瀬田さん9秒125、トップタイム更新。
さあ1分経過の時点でトップせつやさんです。2位高木さんとの差が 3.1 秒あります。ただ高木さんもペース的にはかなりいいです。ほとんどの周を19秒台で待っています。せつやさん9秒00自己ベスト更新。さあ高木さん9秒60自己ベスト更新。ただ高木さんは予備予選では9秒535というベスト出ています。さあ折り返しの1分30秒経過しました。せつやさんのゴール予想20周6秒、一方高木さんが19周6秒と出ています。さあ、せつやさんトップです。13周目に入ったところ。黄色いマシン、高木さんがこれでせつやさんと同一周回、5.9 秒差。残りが1分です。さあ、2台ともペース全く変わらないです。せつやさん20周6秒ゴール予想、高木さんが19周6秒と出ています。このペースでいくと予選1回目ワンツーになります。残りが40秒。さあ残り30秒。さあ、せつやさん、ちょっと11秒のラップがあったが、依然として20周はクリアしてきそう。残りが間もなく5秒です。コールがあるまで走ってください。さあ、せつやさんが20周目入った。高木さんが19周目入っています。TKG、レース終了です。マシンを回収してください。はい、せつやさんトップゴール20周の8秒。高木さんが19周6秒でゴールしています。予選2回目40分からスタートします。40分予選2回目は18時40分スタートです。決勝は1回全員決勝を2回にする。全員決勝どっちでもいいよ。決勝何回やる？決勝何回やるかって。結構ね、もっと2回使う。了解。最近立て続けであるからね。大体20分くらい続ける。ああ、なるほどなるほど。
ヶ月ぐらい。ああ。はい、それでは時間になりましたので予選の2回目スタートします。1組目高速します。プラクティス開始です。1さん、プラクティス時間は2分。コースオープンです。1さん MMM。イチさんは先ほど18周の0秒でゴールしています。前高木さんとの差がおよそ4秒ですね。一方先ほど増田さんはレース後半にフロントウィングが取れてしまい17周の8秒でゴールしています。ロイさんはそれを上回るタイム17周の1秒でゴールしています。増田さん OK、 イチさんも OK です。はい、全車ポンダ OK です。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順は1さん、土井さん、増田さんの順です。それでは予選2回目3分間スタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1 1、3スタート MM スタート M スタート。はい、全車計測開始しました。さあ1周目、1さん10秒78、土井さん10秒92、増田さん11秒17、2周目1さん9秒台、9秒86、土井さんが10秒73、増田さん10秒17。さあ現在トップ1さんです。増田さん土井さんと続いています。土井さん10秒38自己ベスト。
さあ、増田さんトップの差が 0.9、 土井さんは前との差が 0.5 です。さあ、増田さんがコースアウト、139秒77自己ベスト。さあ、土井さんに浮上してきました。トップとの差が 2.3 秒、増田さん前、土井さんとの差が4秒。さあ、1分経過、残りが2分です。増田さん自己ベスト10秒02、前との差が 3.5 秒。土井さんはトップの差が 4.7 です。さあ、増田さん9秒85、ここで土井さんを抜き、増田さん2位浮上です。土井さんとの差が 0.3 秒。土井さん10秒29自己ベスト、増田さんが9秒79自己ベスト。さあ、ここで折り返しの1分30秒。今回も市さんゴール予想18周0秒と出ています。増田さんが17周2秒、土井さん17周7秒が、ゴール予想。さあ、市さん9秒77自己ベスト、そしてゴール予想も19周に上げてきている。残りが1分です。さあ、増田さんもペース上がってきた。18周乗っかる、予想になっています。さあ、残りが40秒です。依然としてトップの市さん19周ゴール予想、増田さんが18周乗るかギリギリのところ。残りが間もなく30秒。土井さんもこのペース守れば、1回目のゴール、タイムを超えてきます。土井さん自己ベスト10秒23、残りが20秒。さあ、増田さん再びペース上がってきた。18周ゴール予想になっている。一方、市さんがペースが上がらないか。さあ、市さん今回も18周0秒なのか。間もなく時間となります。コールがあるまで走ってください。13ゴール、マサさんまだ MM ゴール、土井さんゴール、マサさんまだ。レース終了です。トップマシンを回収してください。0秒。2位マサさんが18周14秒、3位土井さんが17周の2秒でした。さあ、今のヒートタイムアップしたのは増田さんですね。18周に乗っけてきました。はい、続けて予選の2ヒート目、コースオープンします。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分、コースオープンです。節夜 F1 TKG。 はい、それではポンダーの確認からお願いします。はい、せつやさん OK。
い、高木さんも OK です。11.8秒。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順は節也さん、高木さんの順です。それでは予選の2回目スタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。節也 F1 スタート、 DKG スタート。はい、全車計測開始しました。現在のトップ2台による、予選の2回目です。1周目節也さん9秒16、高木さん9秒66。節也さん9秒13、自己ベスト。さあ節也さんが今日のトップタイム9秒00。さあ80台入ってきた。節也さん8秒956。ちなみにこの、クラスのコースレコード、節也さん8秒589というのがあります。1分経過、残りが2分です。さあ折り返しの1分30秒経過したところです。節也さん今回も20周ペース、ただ予選の1回目を6秒ほど上回るペースで、走っています。高木さんは3周目に11秒台のラップがあって、今回は19周乗るかというところ、微妙なところです。ただ高木さんその後はずっと9秒台で来てますので、ここからのペースアップを期待しましょう。時計ここで2分になりました。残りが1分です。高木さん自己ベスト9秒663、そしてゴール予想19周に乗っけてきた。さあ残り45秒です。トップの節也さんが16周目に入りました。高木さん15周目、自己ベストが9秒583。残りが20秒。さあトップの節也さんが19周目に入った。残りがここで10秒。高木さん18周目に入った。まもなく時間となります。コールがあるまで走ってください。節也 F1 ゴール、はい、節也さんゴールです。高木さん19周目に入っています。レース終了です。マシンを回収してください。更新してきた節也さん20周3秒です。高木さんは19周8秒、タイムアップはならなかったようです。じゃあどうしましょう。予選3回目10分後、じゃあ7時にしましょう。予選の3回目は、7時ちょうどスタートします。
っちです。左側のドア。うんうん。買い物たくさんあるんですか？もう大体決まってるんですか？はい、なんか買ってくって言ってた。あ、うん、ショップみたいにディスプレイはされてるんですか？うん、大体されてる。あ、場所だけ変えないで、場所変えちゃうと分かんなくなっちゃう。それだけ気をつけてもらう。こっから空いてる。もう身につけも、うん、住宅の設計も全部。
はい、山です。はい、どうも。そうなんですよ。うん、どうしたの。うん、いや、すぐ終わんだって今でもいいよ。うんうん、あ、はは、はうん、うん、ああ、どっちなんでもできるよ。え、ただ演奏だけだけどね。うん、できるよ、できるよ。うんうん、もうできるよ。うん、だメールとしてくれれば、それ見てできるかできないか。うん、ディレクト経由で、まあ送れないことないけど、うんうんうん、12月8日。うんうん、うん、考えておいてください。はい。うん、分かった。はい。はい、それでは時間になりましたので、土井さん大丈夫？土井さん大丈夫？はい、じゃあコースオープンします。プラクティス開始です。3回目です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。1段 MMM。さあ、イチさんは予選2回とも18周0秒という。はい。19周さえ乗ってしまえば2位高木さんを超える可能性も出てきます。はい、1さん OK。 はい、土井さん OK。はい、全車ポンダ OK です。さあ、土井さんも、17周の1秒まで出てますんで、十分18周狙います。それでいきましょう。プラクティス終了です。出走順、市さん、増田さん、土井さんの順です。それでは予選の最終回スタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。13スタート。M スタート。MM スタート。はい、全車計測開始しました。さあ、1周目帰ってきます。1さん10秒78、増田さん10秒25、土井さんが11秒44、1周目は増田さん、1さん、土井さんの順。さあ、2周目1さん9秒89、増田さんが9秒94。土井さん10秒37、増田さんトップ守っています。2位1さんとの差が 0.4、 土井さんは 1.6 秒差です。さあ、土井さん10秒29自己ベスト。さあ、1さん9秒81自己ベスト。そして1さんトップに変わりました。増田さんとの差が 0.1 です。土井さんは前との差が3秒。1さん9秒770、増田さん9秒84自己ベスト、その差が 0.19。 さあ、1分経過です。現在トップ1さん7周目に入ったところ、増田さん今7周目、その差が 0.3。 土井さんがこれで増田さんと同一周回 4.1 秒差。さあ、現時点で全車とも自己ベストを上回るペースで走っています。1さんは19周、増田さんは18周0秒と出ています。土井さんも17周0秒と出ています。さあ、ここで折り返しの1分半、残りが1分30秒です。さあ、マクラーレンカラーの1さん、これがトップを走るマシン、11周目に入った。さあ、ロータスの増田さんもトップと同一周回 0.3 秒差です。さあ、水色のマシン、土井さん、これで帰ってくる。さあ、1さん9秒73自己ベストです。
増田さんはトップとの差が 0.6、 残りは1分、再三9秒67、自己ベストを出しています。依然として1さん19周ペースとゴール予想出ています。増田さんは18周0秒と出ている。残りが45秒です。さあ先ほどまでは1さんこの時間帯から10秒台っていうラップが続いてたんですが、ベストを来てます。9秒62ペース上がっている。さあ増田さんも残り30秒でゴール予想が18周0秒と出ています。土井さん17周3秒がゴール予想、残りが間もなく20秒。さあ1さんずっと9秒台で来ています。ここまでの平均タイムも9秒89、ベストが9秒62です。残りが間もなく5秒になります。さあトップ1さん増田さんとの差が 2.32 まで広がっています。さあ間もなくコールがあります。コールがあるまで走ってください。 M ゴール、増田さんゴール、 MM ゴール、土井さんゴール、レース終了です。はい、でマシンを回収してください。19周7秒、増田さんが18周0秒、土井さんが17周の2秒、土井さんは最終周10秒21自己ベストを更新しています。はい、それでは今日の予選の最終ヒートです。コースオープンします。プラクティス開始です。さんと高木さん、プラクティス時間は2分、コースオープンです。セツヤ F1TKG。 はい、それではポンダーの確認からお願いします。はい、高木さん OK。 はい、両者とも OK です。はい、それで行きましょう。プラクティス終了です。出走順は節谷さん、高木さんの順です。それでは予選の最終ヒートスタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1、節谷 F1 スタート、 TKG スタート。はい、計測開始しました。最終目、節谷さん9秒06、高木さんが9秒66、節谷さん9秒03、さあ30秒経過したところです。トップは節谷さん、2位高木さんとの差が 1.9 秒。
佐世田さん8秒983自己ベスト更新しています。この週も8秒台で回っている瀬谷さん、さあ1分経過、残り2分です。現時点で両者とも自己ベストを上回るペースを走っています。高木さん9秒627自己ベスト。さあここで折り返しの1分半、残りが1分半です。高木さん再び自己ベスト9秒511は高木さん今日の中で、トップのタイムです。さあ折り返しの1分30秒経過して、瀬谷さんゴール予想20周2秒と出ています。一方高木さんが19周4秒なので、両者とも自己ベストを上回るペース。さあ13周目、瀬谷さんちょっと10秒台のタイムが出ていますが、ゴール予想に変わりは20周で変わりありません。まだ自己ベストを上回るペース。さあ残りが45秒です。高木さんも自己ベストを上回るペースです。残りが間もなく30秒。ちょっと瀬谷さんペースが上がらないか、落ちてきているのか。さあ残りが間もなく20秒です。高木さんも緩やかであるがペースが落ちてきているようです。残りが間もなく10秒。さあここで時間となります。コールがあるまで走ってください。節夜 F1 ゴール、 ゴールレース終了で す。マシンを回収してください。20周4秒、高木さんが19周の6秒、なので高木さんは、ベストを更新しています。はい、それでは決勝の組み合わせを作ります。決勝どうしましょう。20分でいいですか。20分でいい。はい、了解。じゃあ25、じゃあ決勝は CA25 分、決勝 CA25 分スタートです。
はい、決勝は10分後、25分スタートです。せつやさん、なんかプロポは入りっぱなしだったし、ピーピー鳴ってたって。それはないっすよ。あれ？あれ？進展なくなっちゃった。あれ？止まりますね。どうなってるの？
はい、それでは時間になりましたので決勝レース、始めていきます。それではコースオープンします。立ち位置は予選の成績順で決めてください。プラクティス開始です。プラクティス時間は高木さん、2分。コースオープンです。ジョイさんの順です。セツヤ F1 TKG 一旦 MMM。はい、高木さん OK です。はい、いちさん OK、 せつやさん OK、 15.88。 はい、マスオさん OK、 はい、全車ポンダ OK です。プラクティス終了です。ジョイさん走んなくていいの？はい、それでは前から節也さん、高木さん、一さん、増田さん、土井さんの順です。
はい、それでは F1 クラスの決勝レース8分間です。スタートします。フライング気をつけてください。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。はい、計測開始しました。さあ、1周目は予選通りの順番で帰ってきています。さあ、この中でも瀬谷さん早くも9秒55のベストが出ている。さあ、瀬谷さん今日のトップタイム8秒881。増田さんが9秒98。さあ、ありがとう。さあ、順位に変動があったかな。増田さんが3位ですね。1さんが5位に落ちている模様。土井さんが4位。さあ、1さんは前の土井さんとの差が 1.4 秒です。そして2位争い、高木さんと増田さんが 0.7 秒。この週も 0.7 秒差。2位争い、高木さんと増田さん。さあ、1さん自己ベスト10秒21、前との差は 0.5。さあ、イチさんが4位、土井さんを捉えようというところです。高木さん9秒78自己ベスト、イチさんが10秒06自己ベスト。さあ、高木さん逃げる、9秒662自己ベスト。増田さんとの差が1秒に広がっている。さあ、瀬谷さん一方、一人旅、一人9秒、9周目に入っている2位、高木さんと5秒5の差をつけています。さあ、イチさんが4位に浮上しています。さあ、増田さん9秒76自己ベスト、前との差が 0.9 秒。増田さん、ごめんなさい、1さん10秒03自己ベスト。増田さん9秒74自己ベスト。はい、クリアです。さあ、2位争い、高木さんと増田さん 0.3 秒差。黄色のマシンと緑のマシン、今インフィールドを抜けて計測ライン通ってくるこの2台、2位争い 0.4 秒差。2分経過、残りが6分。1さん自己ベスト10秒00。さあ、1さん9秒86自己ベスト。さあ、1さん自己ベスト9秒84。土井さん自己ベスト10秒24。増田さん自己ベスト9秒67。その差が 0.2 秒。2位争い激しい。1さん9秒77自己ベスト。さあ、1さん再び自己ベスト9秒64。さあ、1さんレース前半はペース上がらなかったんですが、ここに来て9秒台を連発している。さあ、時計は3分を経過したところ、残り5分まであります。2位争い、高木さんと増田さん、ここ同一周回で争っています。 0.8 秒差。さあ、一方、瀬谷さんはすでに高木さん、増田さんなどをラップしている模様です。1人21周から22に入ったところ、高木さんがこれで21周目、増田さんも21周目、 0.9 秒差。さあ、一さん自己ベスト9秒62。ただ、イチさん前、増田さんと1周の差があります。さあ、2位争い、再び近づいてきたかな。高木さんと増田さん、黄色いマシンと緑のマシン、これが2位争いをしている2台。この周が 0.6 秒差、増田さんが詰めてきています。時計は間もなく折り返しの4分になるところ。さあ、なんだ、1さんと瀬谷さんに接触があったのか。増田さん9秒67自己ベスト。さあ、折り返しの4分経過しています。2位争いの2台、高木さんと増田さんは1秒差、少し差が広がったのかな。さあ、増田さん9秒62自己ベスト。さあ、高木さんは逃げる、9秒62自己ベスト。
2位争いの2台自己ベストを連発して、バトルしています。この週でその差がちょうど1秒。高木さんと増田さん、さあ時計は間もなく5分になります。残りが3分というところ、トップの節也さんは1人33周目、2位争いの2台が31周目、1さんが今30周目、土井さんが27周目走行中。さあ2位争いの2台の間にトップの節也さんが割って入る形になっている。2位争いの2台の差 1.4 秒に広がっています。ありがとうございます。さあちょっと高木さん抜かさせるとき何かあったのかな。一気に増田さんがすぐ後ろに来ている。この周 0.4 秒差。さあ時計を間もなく6分になります。残りが2分というところ。さあ2位争いの2台、高木さんと増田さんは 0.7 秒差です。高木さん自己ベスト9秒56、1さん自己ベスト9秒53。さあ増田さんちょっと1周19秒のラップがあって、1さんがかなり近づいてきているようです。5秒4とその差が出ています。3位争い、増田さんと1さん、6分30秒経過、残り1分半。さあ2人目、そして2位争いの2台も近くなってきているのか。いや違いますね。さあ時計まもなく7分になるところ、残りが1分というところです。3位争い、増田さんと1さんが8秒差、残りが1分。さあ節也さんはもう一人旅です。46周、2位と2周以上の差をつけています。さあ3位争い、増田さんと1さんが8秒差、残りが40秒。残りが30秒。さあトップのマシンが49周目に入った。ゴール予想は51と出ています。残りが20秒。さあこれでトップのマシンが49周、ゴール予想を上げてきた。51周に上がっています。さあ残りが間もなく10秒です。トップのマシンが51周入っている。高木さんが49、増田さん48、一さんが47、節也 F1 ゴール、MM ゴール、節也さんゴール、土井さんゴール、一さんゴール、TK レース終了です。発電車ゴール、マシンを回収してください。節也さん51周の0秒、2位が高木さん49周6秒、3位が増田さん48周の7秒、4位が、4、本当？あ、これ、じゃあ、これ今修正します。そうすると、あ、本当だ、高木さんがドイツになるんだけど、順位に変わりなし、うん。4位が1さん47周の5秒、5位が土井さん42周の1秒でした。これをセーブして、